オマール・ネルソン・ブラッドレイは、アメリカの軍人。第二次世界大戦中に、北アフリカ及びヨーロッパで、アメリカ陸軍を率いた有名な野戦司令官の一人。ウェストポイント時代ブラッドレイは、ミズーリ州、ランドルフ軍の変地、クラーク近郊で、貧しい学校教師の息子として生まれた。彼は、父親が勤める学校に通うが、父親は、彼が9歳の時に死去した。 母親は、モバリーにブラッドレイと共に移り住み、そこで再婚した。ブラッドレイは、モバリー高校では優等生であり、野球とフットボールのキャプテンであった。高校卒業後は、オーバシュ鉄道で、事務員として働きながら、水売大学へ進み法律を学ぶつもりでいたが、モバリーの日曜学校の教師から、ウェストポイントへの入学を助言された。彼は、 筑紫県では2番目の成績であったが、主席の生徒はそれを受け入れず、ブラッドレイは、主席として1911年に陸軍士官学校に入学した。ウェストポイントでは、学業成績ばかりではなく、野球とフットボールで目覚ましい成績を上げた。3年時及び4年次では、国内でも指折りの大学選手としてみなされた。 彼の最初の妻、メアリー・エリザベス・クエールは、故郷のモバリーデ通りの向こう側に住んでいた。彼らは1916年12月28日に結婚した。ブラッドレーは1915年にウェストポイントを卒業したが、そのクラスは将来の多くの将軍を含み後の歴史家たちから、ザ・クラス・ザ・スターズ・フェルオン、星が降りかかったクラスと呼ばれた。彼の年次は、 結局59名の召喚を排出し、ブラッドレイとドワイト・ D ・アイゼンハワーが、元帥まで昇進した。ブラッドレイは、不評として任官し、第14不評連隊に着任した。多くの同級生とは異なり、ヨーロッパでの戦闘は経験しなかったが、アメリカ本土で様々な任務を得た。着任後間もなく、メキシコ国境戦役に従軍し、 第一次世界大戦へのアメリカの参戦と同時に大尉に昇進、モンタナ州ュビュートの銅山警備任務に配属された。1918年8月にはヨーロッパに送られる予定の第19不評手団に配属されたが、インフルエンザの大流行と急戦は彼をアメリカ本土に止めることとなった。戦艦機にブラッドレイは教官として 学生たちへの教授を行い、また、自らも学んだ。1920年から1924年まで彼は、ウェストポイントで数学を教えた。1924年に少佐に昇進、ジョージワ州フォートベニングで、上級風評コースを学ぶ。ハワイでの短期の任務後に1928年から1929年まで、フォートレベンワースの参謀学校で学んだ。 1929年から再び、ウェストポイントで教官となり、1934年に、再び陸軍大学で学ぶために休暇を取った。1936年には中佐に昇進、陸軍省で勤務する。1938年からジョージ・マーシャル、陸軍参謀総長の直接配下で働いた。 1941年2月には大佐を飛ばして、順将に昇進、フォート・ベニングの司令官に着任する。第82空挺師団に改編される前の、第82不評師団を指揮した後、6月には、第28不評師団長に着任した。ブラッドレーは1943年上旬まで、前線での指揮を取ることができなかった。 第8軍団に所属することになった師団を公認のロイド・ディ・ブラウンに引き継いだ後、統治作戦後にアイゼンハワーの前線におけるトラブルシューターとして北アフリカに派遣される。ブラッドレーの提案でカセリーヌ峠の戦いで壊滅的な損害を受けた第2軍団は全面解組され、アイゼンハワーはジョージ・パットンを司令官として任命した。パットンはブラッドレーを 自分の代理にするようアイゼンハワーに要請し、認められたが、アイゼンハワーの代理としての権利もそのまま、保有し続けた。ブラッドレーは4月に、パットンの公認として、第2軍団司令官に着任し、チュニジア、シチリア島の戦いに従事する。中将に昇進すると、7月のハスキー作戦で、ドイツ軍とイタリア軍を同等から相当した。 ノルマンディ上陸作戦の指揮官たちと感情で視察するブラッドレー1944年には連合軍のフランス侵攻準備のためアメリカ陸軍最高司令官としてロンドンに入りした。ノルマンディ上陸作戦当日は第一軍司令官として作戦を陣頭指揮した。第一軍はイギリス第二軍と共にバーナード・モントゴメリーの第二十一軍集団を形成した。 6月10日にブラッドレイは、スタッフと共に司令部を設置するため海岸に上陸した。オーバーロード作戦の間、彼は3つの軍を直接指揮し、アメリカ軍担当の2つの攻撃目標、オマハビーチとユタビーチ攻略を行った。7月に入ると、コブラ作戦を計画、ノルマンディを足がかりとした内陸部攻略を始める。ノルマンディでは、 上陸部隊の強化が続けられ、パットンの下で第三軍が形成された。第一軍はブラッドレイに代わって、コートニー・ホッジスが司令官を引き継いだ。両軍は共に第十二軍集団を形成し、ブラッドレイの配下となった。8月までに第十二軍集団は兵力90万人以上に達し、 その後1945年4月の段階では4個、軍、12個、軍団、48個手段という大編成となり、その兵力は約130万人に達した。これは、一人の軍人が指揮する部隊の兵力としては、アメリカ陸軍史上最大であり、その後も記録は破られていない。ブラッドレー最大の勝利は堅固なドイツ軍の抵抗に直面した時に到来した。 ブラッドレイは航空機からの大型爆弾による敵不評部隊への攻撃を要請し、コブラ作戦下の7月21日に実際に使用した。地上軍進撃前に短時間の徹底的な爆撃を行い、部隊の進撃を遅らせるような瓦礫やクレーターを生じさせないようにした。爆撃はドイツ軍の通信を分断し混乱させ、連合軍の攻勢を切り開いた。 ブラッドレイは3つの不評手段を爆撃地点の背後に派遣し、部隊はドイツ軍の防衛線の突破に成功した。しかしながら上級将校を含む数百名のアメリカ兵が爆撃による犠牲となり、不評による地上作戦に重爆撃機を使用することは繰り返されなかった。ブラッドレイの重大な誤りはファレーズギャップを閉じなかったことであった。ドイツ軍は アメリカ軍部隊の分断を狙って、リュティヒ作戦を行い、ブラッドレイの軍集団は、ファレーズポケットを形成、ドイツ第7軍と第5装甲軍を包囲した。1944年8月13日、ブラッドレイは、パットン配下の大 XV 軍団を、南に移動している、カナダ軍部隊から25マイルの地点で停止させた。結果として、連合軍は、 アルジャンタンファレーズポケットを閉じることができず、約24万名のドイツ軍将兵及び3万の車両が脱出に成功した。用心深すぎたブラッドレーは、ドイツ軍の大半が、すでに脱出したと仮定し、過度に、ドイツ軍の反撃を恐れていた。後に、これが誤りであったことを認めたものの、彼は、上官のモントゴメリーを、アイゼンハワードを用に、 カナダ軍部隊の移動が遅すぎたとして避難した。ブラッドレイは連合軍の航空部隊がドイツ軍の昼間の活動を停止させる有効性を過小評価していた。その結果反撃の危険性が高まることとなった。ヒトラーは8月16日まで部隊の撤退を許可しなかったため攻撃の機会は存在した。対局的見地から見るとブラッドレイは モントゴメリーと共に10週間で強力な防衛陣地を保持するドイツ軍部隊を撃破し、ドイツ国内に押し戻すこととなった。アメリカ軍は9月の下旬にジークフリート1000に達した。これは連合軍交換にとって予想外の成果であった。彼らはドイツ国防軍が、 フランス国内河川に沿って自然の防衛線を形成しているものと考え、連合軍部隊の予想外の進出に対して補給線の準備を怠っていた。そのため燃料の不足が生じることとなった。アイゼンハワーは戦略方針の決定に直面していた。ブラッドレイはザールラント州への進出もしくは同州とルール地方への進出を支持し、モントゴメリーは ラインの下流域でドイツ国境を突破し、ルール工業地帯を打ち通しすることでドイツの継戦能力を破壊することを主張した。モントゴメリーの要求する規模での構成を行うことは許可されなかったものの、ジョージ・マーシャルとヘンリー・アーノルドがライン川越に第一空帝軍の投入を切望したため、アイゼンハワーはマーケットガーデン作戦の決行に同意した。ブラッドレーは モントゴメリーに与えられた物資の優先権について、アイゼンハワーに異議を申し立てたが、アイゼンハワーは、イギリス国内世論を考慮して、ブラッドレイの抗議を保留した。ブラッドレイの空挺軍はオランダからロレーヌまでの、非常に広大な丘陵地帯をカバーすることとなった。連合軍最大の部隊を指揮したものの、それは、非常に困難な任務であった。ホッジスの第一軍は、 アーネムで困難に直面し、ヒュルトゲンの森の戦いで2万4000名の死傷者を生じた。さらに、南では、パットンの第3軍が、メッツ周辺で、ドイツ軍の抵抗に合い勢いを失った。ブラッドレーはこの2つの戦闘に焦点を合わせたものの、ドイツ軍は部隊を整え攻勢のため部隊と物資を集中させた。ブラッドレーの補給に関する抗議で、 1> 第1軍は再び一時的に、モントゴメリーの第21軍集団の配下となった。近代戦における戦例のない動きで、パットンキカの第3軍は、ザールラントでの戦闘から離脱し、前線から9ミの地点に移動、バス投入の方位を破るために、ドイツ軍の南側面を攻撃した。なお、ドイツ軍のグライフ作戦に対抗し、 アメリカ人なら誰でも答えられる質問をすべての将兵に聞くという方策が取られたとき、彼はイリノイ州の州とはと聞かれ、まさしくスプリングフィールドと答えたにもかかわらず、質問した兵士が正解をシカゴだと思い込んでいたために一時交流、軟禁されたという話が伝わっているが、これは事実である。一説には、彼はミッキーマウスのガールフレンドは あるいは、今年のワールドシリーズの勝者はに答えられなかったとも言われるが、これらに関してはそれを証明する資料は存在しない。ハリー・エストルーマン大統領に、元帥の階級賞をつけてもらう、ブラッドレイ・ブラッドレイは、戦後2年間福音軍人局を率い、健康管理システムの改善と、機関兵が、福音兵援護法によって、教育援助を受けることに関して尽力した。 1948年には、アイゼンハワマイナスの後を受け陸軍参謀総長となる。1949年8月11日には、統合参謀本部の初代公式議長に就任した。1950年9月22日に彼は、陸軍元帥に昇進した。彼は5番目の陸軍元帥で、そして、最後の元帥であった。 1950年に彼は NATO 軍事委員会の初代委員長に就任した。1953年8月まで委員職を務め、その間に様々な役職に就任した。統合参謀本部議長としてブラッドレイは国防総省の朝鮮戦争担当当局者であった。彼は戦争における主要な軍事政策を司り、北朝鮮を占領することで、 朝鮮半島から共産勢力を排除するというトルーマン大統領の当初案を指示した。1950年末に中国人民解放軍が進攻を始めアメリカ軍が後退した時ブラッドレイは北朝鮮の封じ込めに同意した。その封じ込めは21世紀まで継続している。ブラッドレイは戦争の継続を主張した。 ダグラス・マッカーサーの解任をトルーマンに説得し、マッカーサーは更迭された。議会証言でブラッドレイはマッカーサーを強く非難した。トルーマンが1951年4月にマッカーサーを解任した後、ブラッドレイは議会で共産中国は世界を支配しようとするほど強大な国ではない。率直に言って統合参謀本部の意見では、 この戦略は我々を間違った時に間違った場所で、間違った相手との間違った戦争に巻き込むだろうと語った。ブラッドレイは退役後、民間での様々な役職に就任した。1958年から73年まで、ブローバ社の取締役会長を務める。改装録、一兵士の物語は1951年に出版された。その中で彼は、 モントゴメリーの1945年のバルジの戦いに関するクレームへの反論を行っている。晩年はテキサス州フォートブリスのウィリアム・ボーモンと陸軍医療センターの敷地内の特別邸宅で過ごした。1965年12月1日に妻のメアリーが白血病で死去した。ブラッドレイは1966年9月12日にエスタードラ キティ・ビューラーと出会い、彼女と再婚した。彼はまた、ジョンソン大統領のベトナム戦争に関する、顧問団の一員でもあった。彼は高派であり、ベトナムからの撤退に強く反対した。1970年、映画、パットン大戦車軍団のアドバイザーを務めた。同作はブラッドレイを通して見た、パットンの様子が描かれた。 パットンの攻撃性と勝利への意志に感嘆しながらも、エゴイズムと抗戦性を批判的に描いている。ブラッドレイ自身の描写は、ドイツの情報将校からその控えめぶりを、司令官で珍しいと称賛されている。1977年1月10日、ブラッドレイは、フォード大統領から、大統領自由勲章を授与された。アーリントン国立墓地のブラッドレイの破壊しを回る。 ブラッドレーは1981年4月8日にニューヨークで心不整脈のため国立社会科学研究所から受賞したわずか数分後に死去した。彼は死後アーリントン国立墓地で二人の妻の横に埋葬された。死後、自助伝、エーゼネラル、エスライフ、アンオートバイオグラフィーが1983年に出版された。 アメリカ陸軍の M2 不評戦闘車は、彼の功績を称えて、ブラッドレイの愛称が付けられた。故郷、ミズーリ州もバリーは彼にちなんだ、図書館と博物館の建設を計画している。2000年5月5日に、郵便公社は、ディスティングシュートソルジャーズシリーズの一つとして、彼の切手を発行した。ホリスター、J、ゼネラル、オマール・ネルソン・ブラッドレイ。 ユニバーシティ・オブ・サンディエゴ・ヒストリー・デパートメントメイ3-2001リトリーブド・オン・メイ14-2007ワイグリー p ー・81ジェームズ・ J ・カラフォノアフター・ D、d デーオペレーション・コブラ・ンド・ザノルマンディ・ーブレイクアウトコール・ C、キン・シードオペレーション・コブラプレリュード・ツー・ブレイクアウトミリタリー・レビュージュライ1994ボリューム741周7 P64 から67、オンラインアットエブスコ、カナダ軍部隊は、バーナード・モントゴメリー将軍の第21、軍集団配下であった。当時モントゴメリーは、ブラッドレーの上官であった。ブルーメンソン、ESP ピアニッシュも407から13、ジェネラル・オブ・ザ・アーミーズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、ジェネラル・オブ・ザ・アーミー・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ。 2009年9月28日閲覧。ゼネラル・オブ・ザ・アーミー・オマール・エヌ・ブラッドレイ。アポインテッド・セプテンバー22、50、ィシスト・エイプリル81、ザ・ヒストリー。オブ,ブ・ブローバ。ブローバ、リトリーブド・オン・メイ14、2007、フランク・エバー・シンバン・ライバー、シャドウズ・オブ・ベトナム、リンドン・ジョンソンズ・ウォーズ・ P327 オンライン、ハット・オマール・ネルソン・ブラッドレイ。 ゼネラル・オブ・ザ・アーミー、ハット・ブラッド・レイ、オマール・クレイ・ブレア、エーゼネラル、エス・ライフ、ISBN 978から0 6 7 1 4日0 2 4 7ディスティングイッシュとソルジャーズ、ユナイテッド・ステイツ・ポスタル・サービス、リトリーブ・ド・オン・メイ16、2007、フェーマス・フリー・メイソンズ、ロッジ・ショート・トン、パトリック、2015年9月7日閲覧。ありがとうございます。